さん、こんにちは。2021年9月、クレモナは熱気を帯びてきました。150以上ある工房の方々からはバイオリンを試奏する音が聞こえてきます。なぜかというと、国際的に有名なクレモナバイオリン製作者コンクールが行われるからです。通称トリエンナーレ。世界中から300台以上の楽器が集まって、5人の国際的な制作家と音楽家がそれぞれ審査をして、その合計点を持って最終ファイナルに進むことができるんですけども、まあもう本当に弦楽器のオリンピックって言われているぐらい国際的なコンクールが3年に一度クレモナで行われます。で、イタリア語で3年ごとっていう意味がトリエンナーレなんです。楽器が、1ヶ月ぐらい前に終わって、それから、どんな弦がいいかなとか、もういろ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 試して、やっと理想の音が、に、持っていけたと思うので、はい、今から楽器の提出に行ってきます。頑張って。提出が終わりました。では結果を待ちましょう。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録しているとトリエンナーレの最新情報がキャッチできますよ。では皆さん、チャオチャオ。